おお、アルタイル。鳥の知らせは受けた。待ってたよ。アルムアリム様はガルニエド・ナプルスの暗殺を命じられた。奴について教えてほしい。ホスピタル騎士団の団長だ。当然住んでいるのもあの地区だ。それ以上のことは自分で調べたまえ。町の人々からどれぐらい情報を集められるか見せてもらおう。人の集まる場所を言ってくれればそれでいい。ここから北に公園というより公園跡がある。それから北西に以前は市場だった広場もある。西の方の聖マリア教会のあたりは今も人が多い場所だ。差し当たりはこの3カ所を歩けば十分に情報は拾えるだろう。情報に感謝する。無駄にはしないさ。では行くがいい。尋問はね、はっ、僕がひどいよ。うん、ふサラディンとその民に厄災を。久しぶりに。我らは神の教えを広めるため聖地へとやってきた、だが彼らはそれに抗ったのだ。ベータ版をやった。彼らの中には悪が住んでいる。それゆえ我らが救世主リチャード王は退治するのだ。神に背けば罰が与えられ、彼らの魔の手から我々を守るために。あの人を止めないと。いいから黙って今すぐこいつを取り替えるんだ。ったく、ロープが腐ってやがる。放っておいたら事故になっちまうぞ。合点です。でも家の修繕はどうするんですか。文句しか言わねえ市民は放っておけ。騎士団がいてくださるからこそ俺たちは枕を高くして寝られるんじゃねえか。でもそれじゃ雨が降ったらずぶ濡れじゃないですか。ちょべこべ言うな。言われた通りにしねえと牢屋にぶち込まれちまうぞ。わかりました。最初からそう言えばいいんだ。見取り図があるな。よし、仕事にかかれ。見取り図。イスラム教徒は破れ、悪化から追放された。彼らは今南に下り、サラディンに助けを求めている。だがこれも上手くなってきた。痛そうじゃのう。頼むから気をつけてくれ。を与えるだけである。彼らの虚言に耳を傾けるな。変な奴だ。毒ある言葉からは混乱が生じるからだ。はっ。くじけそうになった時にはひたすら祈り、道を示してもらうがよい。こそ泥め、手を切り落としてやる。少しでも恵んでちょうだいよ。いや、アルタイルか。分かってないだろ。俺を覚えてないって。お前と俺は同じ年に訓練を受けたんだが、まあ覚えてなくたっていいよ。アルムアリム様からお前のアサシンとしての能力を確認するという役目を仰せつかった。楽しい任務だ。旗を何枚かこの地区に隠した。見つけてこい。さっさと済ませろよ。
不本意だが、うまくいったらお前の手助けをしてやる。命令だからな。行かないでちょうだい。金をくれよ。少しでいいからさ。お願いします。あれ、小銭を少々でもいいんです。何を考えているのやら。家族が病気で死にかけてもめぐんでおくれよ。いい大人が、うん、まるでガキじゃな。あれで大怪我をしても、うん、自業自得というものじゃ。あれで怪我をしても助けないぞ。小泥目、罰を与えてやる。やめて、ひどいことしないで。何やってんだ。いい大人がまるでガキじゃ。あれで大怪我をしても自業自得というもの。こそ泥目、手を切り落としてやる。助けてるのあれか。私は一体何を歌っているの。やめて、ひどいことしない。降りていいんだよ。驚いた。何あれ。助けて、誰か。誰か助けて、お願い。踊ったのか。驚いたな。だからってうぬぼれてほしくないが、まあ命令だから教えてやるよ。お前の次の標的についてだ。ガルニエはホスピタル騎士団の砦に隠れている。砦に入り込むには知恵がいる。いいか、それだけしか言えん。なんて不親切。小銭でいいの、お願いよ。何を考えているのやら。こっちは貧しいんだ、金よこしな。バカ者が、あんなに走る、うん、はっ。疲れるね。こそ泥め、手を切り落として。距離があるから。正気じゃないんだな。チークリン。あれで大怪我をしても自業自得というものじゃ。よほどのわけでもあるのかの。お願い話して。俺の目の前でふざけたことをしよって、うん、お腹が減って死にそうなのよ。中だな、たぶん。俺の目の前でふざけたことをしよう。いい大人がまるでガキじゃな。お願い話して。お腹が減って死にそうなのよ。少しでも恵んでちょうだいよ。近い。どけ。あ、ごめん。どこかで見た覚えが。寄ってらっしゃい。いらっしゃい。いらっしゃい。あの人一体何をしようとしてるのかしら。よほどのわけでもあるのかの。そいつは何だ。ガラクタだ。ち、貧乏人め。こんな筒しか持ってねえとはな。中には変な模様の紙切れ一枚だ。模様じゃねえな、それは文字だ。
なんでわざわざ文字を筒に入れてんだ。筒がもったいねえ。きっと大事な手紙だ。おい、ちょっと見せろ。何すんだよお前、また横取りしようってんだな。チッ、バレたか。好きにしろ。明らかに怪しい。あれは何やってるんだ。お願いします。小銭をし。少々でもいいんです。行かないでちょうだい。金をくれよ。少しでいいからさ。いい大人がまるでガキじゃな。火事が。心を強く持て。我らの指示なくして王も十字軍も聖地を解放することはできない。金がいるんですよ。病気で腹ペコなの。お願いします。小銭を少々でも。アランのこと聞いたか。東島を守っていた弓兵か。あいつの弟なんだが、敵の矢が喉に当たってな。今夜が峠だろう。弟が帰宅じゃ任務どころじゃないだろう。見舞いに行く間は俺が代わってやってるんだが。で今は。いや今回はあいにく俺も身内の用事があるんだ。いないことがガルニエ様にバレないといいが。お前も黙っていてくれよ。心配するな、誰にも言いやしないよ。邪魔だ。ほんの小銭でいいの、お願いよ。こいつは足がない。こいつ足がないぞ。やばいな。何もしていないのになぜこんなことをするんだね。確か前に野蛮人呼ばわりしてくれたよ。あれで大怪我をしても自業自得というも。病気で死にかけてんの。恵んでおくれよ。ここに何の用だ。とっとと消えろ。はっはっ。ああ、切ってやる。ほぼ失敗したけどね。ああ、追われてる。奴に追われてるんだ。
殺される。どうした？家族もだ。ああ、なんてことだ。この苦しみを終わらせに来たか。違うのか。アルムアリム様は慈悲深い方だな。だったら助けてくれないか。俺を狙っているホスピタル騎士がいる。奴らを倒してくれ。俺は悪化が十字軍に包囲されてた頃からこの町で暮らしてるから、この町には精通している。お前の欲しい情報をやる。助けてやる。解放しかぶってない。お腹が減って死にそうなのよ。少しでも恵んでちょうだいよ。金がいるんですよ。病気で腹ペコなの。金がいるんですよ。病気で腹ペコなの。分かってないだろう。こっちは貧しいんだ。金よこしな。終わった。やつをやったか。心から感謝するよ。ホスピタル騎士団の団長ガルニエド・ナプルスについて俺が知っていることを教えてやろう。やつは患者たちには砦の中を自由に歩かせている。しかし学者以外は誰もやつの仕事場には入らせないし、屋上には弓兵がいる。ガルニエを地獄へ送るのにこの情報が役立つといいが。映画それにしようか。どうかしてるぞ。腹ペコなの。お願いします。小銭を少々でもいいんです。はい。いつまでやってるつもりなんだろう。きちんと聞き入れてくださるお方だ。だが悲しいかな、あの方も我々と同じ一人の人間でおられる。救いの手を差し伸べるにも限度がある。これ気持ち悪い声。どんなものもうちに来れば。どっから聞こえてる。家族が病気で死にかけてんの。恵んでおくれよ。あれで大怪我をしても自業自得というものじゃ。バカだ。何もしてないのにどうしてひどいことすんの。俺の目の前でふざけたことをしよって。お願い離して。俺の目の前でふざけたことをしよって。やって。助けてやる。危ない。見失うな。逃がすんじゃない。カウンターキー。おい、ついたぞ。くらえ。
Ma colère sera terrible. Je vais te triper.死に急いだな。Puisse le Seigneur me donner la force dont j'ai besoin. よし、あ、クソ。よし、よし。よし、カウンター。ありがとうございます。必ずこのお礼はいたします。畜生め、遠くには行ってないはずだ。わお、何これ。恐ろしい。やっと会えたな。人殺しがうろついておる。一体誰がこんなこな、何があったんだ。家族が病気で死にかけてんの。恵んでおくれよ。天才的な意志であり、同時に師団長の務めも果たしておられる。もうすぐだ。もうすぐ名医の治療を受けられる。あと少しだけ辛抱してくれ。助けを必要としている者は他にも大勢いる。ガルニエ様は不眠不休で診察に当たっておられるのだ。今しばらく辛抱して希望を捨ててはいけない。よく言うぜ。するぜ。家族が病気で死にかけて恵んでおくれよ。何かお探しのご様子ですが、きっとうちにありますよ。お願いよ。お願いします。小銭を少々でもいいんです。お腹が減って死にそうなのよ。少しでも恵んでちょうだいよ。めんどくせえよこいつ。こんな小銭でいいの。お願いよ。大間違いをしたようだな。どい、ダム野郎の喧嘩だぜ。ナロローズが始めたんだ。お願いだ、殺さないで。言う通りにする。ガルニエの部下か。そうだ、暴動を防ぐのと同時に民衆が進んでガルニエ様の診察を受けるようにするためだ。知っていることを全部話してもらおう。あんたは知っているんだ。あそこで行われていることを。続けろ。健康な者もガルニエ様の診察を受けたら最後苦痛にのたうち回ることになる。治療はしてない。拷問を加えているわけか。ひどい悲鳴が聞こえてくるんだ。これ以上犠牲者を増やしたくない。あんた何とかしてくれないか。ああ、そのつもりだ。あの方は用心深いからタイミングを見計らないと。そうだ、診察中がいい。夢中になって周りが見えなくなるから、その隙をつけば。それはいい助言だな。もう行っていいか。まだダメだな。おお、容赦がない。逃げる。